新喜劇見てくれた人全員マブダチなのコーナーよっしゃーイエイ、ありがとうございます。はい、今回のゲストは松浦慎也くんです。よろしくお願いします。松浦、はい、よろしくお願いします。できましたね。はい、松浦くんが出る回が、はい、筋取りで、あらキラーコンテンツ松浦って呼ばれてるらしいです。マジっすか。うん、皆さんもっと見てください、お願いします。もっと見てくださいよ、もっと。今日もその、はい、キラーコンテンツ、はい、新喜劇あるある、新喜劇あるある、いやもう、もうないよ思ったら、確かにもうだって、ったんですけど、うん、まだ出てきましたね。あら出るよね。いきますよ。あー、シャッフル音もつけてくれてる。丸2、これはちょっとすごい変わってるんですよ、マスクの付け方が、うんうんうん、一旦ここにしてから嘘でしょそれ、下げる。本当それ、はい、びっくりしました。がぜん見たいんだけど本物。出番終わって、うん、あの舞台袖入ったら、うん、マスクもう一回つけるじゃないですか、うん、感染対策で、うん、はぁ、はぁやれへんから、何それ、めっちゃ気になると。だって普通にここにだってやればいいだけじゃん。はい、一旦なんなら、うん、もうこうやって一回パンって鳴らしてからキュッてやってる。やばいな、やましたね。ちょっと怖いんですよ。続いてこれ、はい、お、うん、え、何これ、ある、こんな人、森川さん、森川さん、はい、自分を見失う空。辻元さんのヤクザの大親分の代役を森川さんがやらはる。代役ですね、それ。はい、で、あの普段はこう普通に座ってはるんですけど、うん、ある人からの情報、目撃情報、うん、はい、その人が降りてきたら舞台始まる前ですね、うん、辻元さんがいつも座ってる席で、うん、こうやって座ってる。怖い、あいつ、あいつ怖っ。あーっ、でその人がえぇ、ー、ってなったら、あ、辻元さんからパワーいただこうと思いまして、あいつ怖っ。謎の理由を言ってます。あいつ怖っ。な、辻元さん普段こんなしてる風に思うやん。確かにね、ちょっと俺同期入団だから原骨しとくわ。続いてはこれ、はい、あ、あ、出ました、森助くん。森助ね、うん、はい、ちょっと愛媛行っちゃうんで、うん、ちょっと記念にさよならというかね。ちなみに今、はい、森助くん、はい、このマブダチナの、はい、次の収録でここに横にいるんですよ。ああ、はいはいはい、泣かせないでよ森助、エイメイテも頑張れよ。あー、森助はすぐに行った、ご飯屋さんの店長の自宅に招かれる空。泣けるか。すぐね、うん、森助ね、まあいいとこでもあるんですけど、うん、すぐ人と仲良くなるんですよ。らしいね、はい、僕知ってるだけでも、うん、2軒ご飯屋さんの、うん、その店の主人の自宅に遊びに行ってます。やばいね、はい、で泊まってます。泊まってる、なんなら泊まって、なんか盗んでんじゃないの。嘘か。嘘すまかって多分レシピを盗んで愛媛で店開こうとしてる。なるほど。でもご飯屋さんってさ、まださ、うん、大将とか気さくだったりするとさ、はい、距離感縮まるじゃん、はい、でもまだ納得できるんだけど、はいはい、知ってる、森助君、エディオンの店員とも仲良くなってる。でそのエディオンの店員さんの家にも行ってるから。すごい。だその人の家行って、うん、多分パソコンハッキングしてんじゃないかなって。お前何しようとしてんの愛媛で。エディオンの皆さん、お気をつけて、気をつけてください。続いてはですね、はい、こちら、はい、お、出ました、スッチーさん。あ、わかりました、うん、あースッチーさんは出音が鳴ってからちゃんと化粧してるかって聞いてくる。そら、どうせ違うねん。
パン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 ってこうあの出音って出てくる時に音楽になるじゃないですか、うん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 、その時にパッと振り返って、うん、俺今機種ちゃんとしてるもう無理でしょそのしたかどうか忘れちゃってる、ね、忘れちゃってるからいや無理でしょ。意外とおっちょこちょいさんなんですね。意外とおっちょこちょいでもあるし、うんうんうん、なんかそういうちょっとなんか癖っていうんですかね、なんか聞きたくなるっていう。なんか続いてラスト、はい、この人お出ましたよ。おが動かない。マジで、はい、そうなの。声ねめちゃめちゃ大きいんですよ。大きいよね。そうやの、口全然動いてないですよ。腹話術ぐらい。あなたたちそんなことしていいと思ってるの？それなのに本番中、本番中ずっとサメちゃんの口見てたの。見てました。気持ち悪いなお前。どういうことよ。不安になっていっぱい付け加えていくのやめてくれる。足し算ですよ、もともと。一回1個で勝負して、はい、ダメだなと思ったら付け加えていいんだけど、すごいスピードで、はい、さっきのもう一人、うん、声が大きくて、はい、口動かない人、もう一人有名人いるんですよ。誰だ、わかんないですか。スティービー・ワンダーすごい二人だな。ナスティガシシャンみたいな。ハゼレンドエあ、ごめん、松浦君が満金でロビーで歌を歌った時に最初喋りかけてきたの、そっちなのに、もう松浦君が歌った頃には、うん、興味なくなって出番表を見てる清志師匠やっちゃった。新劇の見どころの方を紹介していきましょう。今回は川端康成座長の私に和解を仲介せ春会。なるほど。ファミレスでね、うん、あのファミレスの中の社員とアルバイトのグループがあって、はい、そうですね、もうお互い仲悪いと、うん、そこに新しい店長の川端さんが来て、うん、でも近くにあの新しいなんかライバル店のあれもできるし、うん、もうどうしたらいいんだー、はいはいはい、って言ってるね、うん、ストーリーなんですけど、ストーリー面白いです。今あなたがカーやった瞬間、はい、女性スタッフの顔僕見てました、はい、どうでした、どうでした、てん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 かの時、うん、何のあれですか。なんならそれまで普通にこう見てたのに、カーの後こうなりましたね。なんでそんなこぼしたこぼした牛乳を見るような目で僕こぼした牛乳冷めてるね。こぼした牛乳、こぼした牛乳を見る目で、ね、すごいスピードで今素晴らしい大喜利、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、で、こっちですね。あ、僕と千葉さんの久々のコンビネーター、はい、久々に楽しかったね。はい、うん。めちゃめちゃ楽しかったんで。楽しかったですね。うん、こちらの方も。これも楽しんでいただきたいと思います。はい。はい、そしてこれがね、これ僕ね、あの舞台ね、出てなかったんでわかんないですけど、これ千葉さんと小寺のこうイチャイチャしてるとかあるじゃないですか。それでも台本ですよ。あ、台本なんですか。台本でちょっとこうイチャつくみたいな。はい。シーンがあって、これをちょっとね、どれぐらいイチャついてんねんみたいな。いや、これはちょっとあんまりでも、小寺ファンからも叩かれるから、あんまり見てほしくないですよね。あ、そう、うん、それがちょっと攻めてる。まあ、うん、ちょっとこう手とかはやっぱり触りましたよね。あでもちょっと頭撫でる、ね、頭撫でて、うん、あの子でもやっぱなんか色気あるじゃない、うん、確かに、うん、すごいですね。ちょっとだから本当に本番中に危なかったよね、だから何がです、これ以上言わないいや、お芝居ですからね。あ、そうですね、はい、こんな感じでストーリーめちゃめちゃ面白いんで、うん、とにかく盛りだくさんでございますので、お願いします。よろしかったら新喜劇の方チェックしてみてください。はい、ということで今回のゲストは松浦新役でした。バイバイ、ありがとうございました。